はい。では最後に大賞を受賞された人間科学学術院教授、畠山卓郎先生により、ウェブクリッカーなどを活用して大人数クラスで学生の主体性を促すという事例につきましてご講演いただきます。はい、では畠山先生、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。こんばんはです。すいません。今回素晴らしい賞をいただいたんですけど、実は、いただくつもりは全くなかって、日々ですね、森田さんに授業をどうしたらいいんだろうって、悩みながら相談しながら、日々を過ごしています。で、今回大人数のクラスにおける、参加型授業、いい工夫をご紹介するというよりもですね、実態をご紹介しながら、実はまだまだできてないことが、多分皆さんお分かりになると思います。実際の私の授業の雰囲気なんですけど、360人収容できる部屋に、最大330人履修登録して、実際に来られる学生さんは270から300ぐらいなんですけど、本当に、酸欠状態の部屋で、あまりいい環境ではないんですね。で、私の授業、そろそろ授業始めますって言っても、なかなか、休憩時間のざわつきが収まらないんです。始めますって言っても何回やってもダメなんですね。それで、たどり着いたのが、まあ、こういう画面を見せながら、劇場ブザー鳴らすんです。ごめんなさい。音がして、ようやくここで少し静かになります。まだうるさいです。で、私は実は次のステップで、どの辺に立ったらいいんでしょうか。ごめんなさい。部屋を真っ暗にします。これは、もう少し集中してほしいということで、真っ暗にして、毎回の授業で、ショートムービーをお見せします。で、今回はですね、皆さんにこの授業を受けていただくつもりで、皆さんにとっては、あまり面白くない内容かもわかりませんけど、一緒に授業を受けるような感じで、参加いただけると嬉しいです。視点を変える、ビューポイントを変えるっていうのが私の、授業の一つの、テーマです。視点を変える。まあ、ここでご紹介するのは、フランス電力が作成した非常に短い映像です。少数派と多数派というのが話題です。で、もし、多数派の人が少数派に入れ替わったら、どんな世界なんだろうということを、短くご覧いただきたいと思います。Je voudrais ouvrir un compte. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Désormais, les espaces EDF sont accessibles à tous. Quand votre monde s'éclaire, EDF. 本当に短いショートムービーです。これ真っ暗の中で、みんなはここでぐーっと授業にようやくみんなが入ってきてくださるっていう状態です。真っ暗ですので、遅れてくる学生は途中で、階段で転んだりとかですね、それから毎回授業を見せますので、授業を見るためには遅れてこないっていうか、みんながそれを見ないと、授業との関連が見えないっていうような、そんな仕掛けをしています。果たしてこういう仕掛けがいいことなんだろうか、よくわかりません。はい。で、これは、ご説明いらないと思うんですけど、もし、障害のある当事者の立場になったら、どんな気持ちになるだろうかというのを今、見せてくれる映像でした。本当に車椅子の利用者ばっかりに使いやすい世界っていうのは、実は私たちにとっては、過ごしにくい世界だっていうことを、学生さん一人一人が感じ取ることができます。当事者の視点に立って、同情ではなく、
共感的に理解するっていうことが、伝えたいところです。さて今日は3つのポイントを、ちょっとご紹介したいと思います。もう皆さん漫画にお伝えする内容ではないかもわかりません。1番目がオープンエンドな問いかけ、2番目がウェブクリッカーの活用、そして3番目がいかに自発性を引き出すかということで試行錯誤しています。まずオープンエンドな問いかけ、オープンエンドっていうのは、回答が一つだけではない、人の数だけ回答があるという、立場に立っています。すなわち好きですか嫌いですかということではなくて、これは何だろう、どう思いますかっていうような問いかけなんですね。で、ここでは今年3月に、大総研の、おかげで、ワシントン大学に2週間の FD 研修に行かさせていただきました。そこでの、マイクロティーチング、たった5分の時間を使っていかに何を伝えるかっていう授業を、やったんですけど、そこと重ね合わせながらご紹介したいと思います。これも皆さんも学生さんのつもりになって聞いていただきたいと思います。ぜひ反応もしていただきたいんですけど、すべての人のためにとっての適切な公共空間デザインとは何でしょうかという問いかけです。すべての人に、適切なというところが結構難しいところかもわかりません。皆さんはバリアフリーという言葉を聞いたことのある方、申し訳ありませんが手を挙げていただけますか。はい、ありがとうございます。多くの方がご存知です。一方でユニバーサルデザインという言葉を聞いたことのある方、手を挙げてください。ありがとうございます。本当に多くの方が手を挙げてくださっています。それではバリアフリーとユニバーサルデザインの違いが説明できる方、手を挙げてください。はい、わかりました。まずここまでです。で、私はこの後ですね、この授業を受けると学生さんたちは皆さんこの違いをはっきり説明することができますということを伝えておきます。で、これから具体的な内容に入ってきます。で、ここには階段があるんですね。車椅子利用者の方が来られても、この階段というのは利用できません。で、これをアクセスできないというふうに表現できます。実際に階段を上ることは車椅子で難しいです。それでここにスロープを取り付けることで、上下階移動が比較的たやすくできる、これがまさに、バリアフリーなんですね。バリアフリーというのはバリアをなくす、障壁をなくすということです。ただここでまた学生さんに考えてもらうんです。本当にバリアフリーというのはいいものなんだろうかという問いかけをします。実はですね、これ問題は解消したか、確かに車椅子ユーザーにとっては、スロープっていうのはもう本当にいい解決策なんですけど、実はそうではないということを伝えるんですね。一方でこう杖歩行をしている、高齢者の方にとっては上がれなくはないんですけど、これあまりいい方法ではないんですね。これアクセシブルではないという表現を取ります。じゃあどうしたら、その前にですね、バリアフリーということは実は、車椅子利用者には便利なんですけど、杖歩行をしている高齢者にとっては不便だ、このあたりはもう学生さんも徐々に分かってくるんですね。何が言いたいか。で、ここでは実は大きな問題がまだまだ残ってるということを伝えていきます。これ伝える前にもう学生さん自体が気づき始めています。で、じゃあどうしたらいいかというと、エレベーターですね。これ当たり前の結果なんですけど、エレベーターをご用意することで、上下階移動が比較的楽になる。で、このことをですね、何も杖歩行だけではなくて、乳母車を利用している方、
あるいはスーツケースを持っている若者にとってもエレベーターは便利です。もちろん車椅子ユーザーにとっても便利です。これをユニバーサルデザインだという説明をします。で、ユニバーサルデザインは別名デザインフォーオールと呼ばれています。すべての人のためのデザインをユニバーサルデザインです。ただ、この時もですね、また問いかけをするんです。ユニバーサルデザイン一つあればいいんだろうかという問いかけをします。私は実は、これは押し付けるつもりはないんですけど、最後にですね、これ、学生さん同士でディスカッションしながら、その後に私なりの考えを伝えていきます。実は大事なことはですね、車椅子ユーザーも含めて、階段を急いで駆け上がりたい人、エレベーターを利用できる人、すなわち大切なことは自己選択して自己決定できる、まあ、そういう環境が大切だというところが着地点です。はい、マイクロティーチングでご紹介したのは5分の中で、こんなことを伝えていきます。で、2番目のウェブクリッカーの活用です。これはお手元の冊子の中に、もう少し詳しく、書いてありますけど、ご紹介されてますけど、ウェブクリッカー、これを活用するとですね、例えば先ほどのバリアフリーと、ユニバーサルデザインの違いについて、授業の中で立ちどころに変化するんですね。授業前と授業後で、分からないって言ってた学生がほとんどゼロになります。これはですね、これまで手を挙げて反応していただいてた、そういった場面があるんですけど、このウェブクリッカーを使うことで、教員自身が、授業前後の理解度をその場で比較できます。もし、まだわからないっていう学生がいたら、どこがわからないかっていうことを質問してもらって、キャッチボールをしていきます。もう一方で、学生さん自身の言葉なんですけど、他者との位置関係がわかる。それが面白いっていうことを学生さんが言ってくれました。これは私にとって大きな発見でした。さて、最後に自発性を引き出すです。これずっと私、授業をやってきてですね、教員になってまだ13年目なんですけど、決してベテランではありません。で、授業の最後に質問ありますかって聞いても、2、300人いる部屋で手を挙げる勇気はありません。で、非常に苦しみながら、これも森田さんに相談しながら、どうしたらいいんだろうって。で、無理やり当てても、ダメなんですけど、実はこれワシントン大学の、FD 研修の中でいい言葉をもらいました。これはですね、シンクペアシェアという考え方ですね。実際に何人かの教授の、授業参観をさせていただきました。で、このシンクペアシェアが盛んにやられてる。すなわち、学生さん自らが考える場面、問いかけですね。これさっきやりました。で、よく見てるとですね、授業の毎回毎回の中で、何回も何回も、正しくない表現かもわかりませんけど、talk with neighbor っていうような言葉が出てくるんですね。neighbor っていうのは近所の人と喋ってごらんっていうことを盛んに教員が働きかけるんですね。で、じゃあ永遠と喋るかというとそうではなくて30秒とか1分というそのトークイズネイバーを何回も何回も、そういう場面を与えるんですね。要するに一方的に伝えるんではなくて教員側から語りかけるだけではなくてまず学生さん同士で話し合うことで質問が出やすくなるという環境を作るということが大事だ。で、これを、実は、この春学期からやり始めてます。それでも手を挙げる勇気が少ない学生多いです。一昨日の授業では私はいい質問をしてくれた学生さんにはインセンティブをあげます。インセンティブの中身は伝えてないんですけど、その言葉に誘導されて、4、5人の学生さんが手を挙げてくれた。そんな経験を持っています。これも試行錯誤です。果たしてインセンティブを与えていいのかどうか、
これは自分の中で迷いがあります。今後の課題ですが、特に成功事例ではなくて失敗事例、あるいはちょっとしたアイデアを教員間で共有できたらありがたいと思います。今回本当に身に余る賞をいただいたことを、ちょっとまだまだ十分ではありません。これから努力します。ありがとうございました。以上で終わります。拍手お願いいたします。